JR ホテルクレメント高松は、香川県高松市にあるホテル、JR 四国ホテルズが運営する。旧名称は、全日空ホテルクレメント高松で、i h ハ g ANA ホテルズのフランチャイズホテルだったが、i h ハ g 側と JR 四国ホテル開発側とで、戦略の方向性に違いが出てきたため、フランチャイズ契約が切れる2012年3月31日、限りで離脱し、 翌4月1日に現名称に変更された。2015年4月1日からは、阪急阪神第一ホテルグループにも加盟している。高松港の近く、三方と高松に位置する四国最大規模のシティホテル。高さは95メートルあり、瀬戸内海の島々と高松市街を一望できる。国際会議場、三方とホール高松を備えた、高松シンボルタワーとデッキで結ばれており、 一体となって、高松のコンベンションセンターの役割を担う。なお、この場所は、旧高松駅の向こう連絡線桟橋にあたる。建物外観は1994年開業のサフィールホテルは家内と類似している。エントランス高松公会場から望む国道フェリー、乗り場前歩道橋から撮影。写真左は、玉も城跡。ありがとうございます。